ケインアップです。まずはこちらをご覧ください。加藤さん、これ何て書いてあるか分かりますか？え、カモンガイズ。違うんですね。実はこれ日本人にだけ読めないフォント、文字としてネット上で話題になっています。それは一体どういうことなのか検証しました。ツイッターに投稿されたこの文章、なんて読むか分かりますか？分からない。な、読めない。カモン、あ、ギャル文字。日本人10組に聞いたところ、なんと10組全員読めないという結果になりました。一方、外国人に聞いてみると、全部簡単だったわ。日本人には読めないのね。 Yeah, hey guys, can't you read the sentence? Hey guys, can you read this sentence? この文章はよく見ると、おー、確かに。 Hey guys, can't you read this sentence? あなたはこの文章を読めますか？と書いてあるんです。どうですか？言われたら文字を見た瞬間に読めました。とても簡単でした。簡単だったわ。だから実質に言われても中って読んでるよね。今回外国人13組に聞いたところ、全員がスラスラ読めたんですね。これらはアルファベットなんですね。カタカナに似せたフォントのため、一見日本語のように見えますが、 A から Z の26文字なんです。嫌なんです。例えば A はカタカナのム、D はカタカナの和に似せたデザイン。日本人には先入観からカタカナに見えてしまうため、英語の文章には読みづらいですね。ですのでこの5文字は HALO。 こちらはこの文字を作ったのはカナダ出身のレイモンドさん。小さい頃からフォント編集ソフトにハマり、2001年にフォントの会社を立ち上げました。日本の文字がすごくミステリアスで興味深いものがあって、カタカナを利用してアルファベットを作ってみたいなと思いました。今回話題になってびっくり。もっと日本人が困ってしまうフォントを作りたいです。どうですか、加藤さん、こういうのがあるんだね。キャンベルさんも全部読めた。僕はね、あ、なんか日本人じゃないってことをすごく感じたんですよ。スラスラ読めない。瞬時に読めちゃうんですよ。そうなんですよ。で、それは、あの、読めないと思う、ここがカナカナなと思った瞬間に全部読めなかった。その部分の中でも、はい、そうそう、だからそれを聞いてざっくりと全体を見た瞬間に、例えばガイズだったりセンテンスだったりって結構はっきりしてるから、そこからこう全体がこう広がって読めちゃうっていう感覚なんですね。逆に読めないことってどういうことなのっていう。でも肩とかが我々の頭からポッと入ってきてるから無理。だから逆に言ったら日本語のカタカナで外国人が絶対読めないのも作れますよ。英語っぽくしちゃって、まだね、そうだからね、英語はもともと3割か4割ぐらい文字を抜いても読めちゃうんですよ。それはほとんど母音がなくても読めちゃうっていうことはちょっと特性があるんだよね。なのでこういうふうにいじっても結構こう横幅っていうか誤差がこうあっても全然読めちゃうんで、ちょっとそれ日本語ってちょっと違うかなっていう。母音と子音がこうつながってて、日本人だけ先入観で読めないフォントをご紹介しました。続いてはこちらの話題です。このマーク、妊婦さんのための綿毛。